今日のKURO-OBIワールドは護身術。運動神経抜群のタレント古賀夏樹さんが沖縄剛柔流空手の八木明仁先生から教わります。果たして武道未経験の女性が伝統空手の動きで危険から身を守ることができるのか。おっと、結構うまいぞ夏樹さん。最初はどんな状況での護身術を教わりたいですか？壁、はい、後ろがもう壁でこうやって前からバーってもう追い詰められた時はどうやって対処すれば？この状況ですので後ろには逃げられないじゃないですか。動けないと壁は、空手はもうこうつながってここに振ってここに振ってこう来て逃げる。おお、なるほどなるほど。肘を来てる。そうこっち、もっとこっちに行くのか。これは腰の切り方なんですけど。ああ、腰の切り方なんですね。痛いじゃない。そう。脇を締まってるので、これで体振るだけです。来ないで来ないで。右手を右手で取られた時には三鎮から取って本当に落とすだけ。これを逆にこう向いて右足を引く。これ外すような。からくり。一緒に下がる。一緒に下がる。大丈夫。大丈夫です。大丈夫です。そう今の感じがあるんじゃない。今捕まえに行ったんですけど、捕まったっていう体なんですけど、実際パンチが来ましたっていう、受けて引きながら、ごめんなさいね、突きが来たのを受けて捕まえて引きながら目と顎に入れてるっていう。なるほどね。危ないじゃないですか。親指が前に行くとこっちから当たってしまうので、親指しっかり曲げて強く握ると。強く握ったら筋肉に力入るのでバーンって当てるだけ。いいですよ。はい。よし、もっとこっちがいいかも。ごめんなさい。痛くない。痛くない。オッケーオッケー。じゃあ1、2、3、4で交互にいきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。オッケー。どうです？うまいしか気分としては。いや、なんか申し訳なさもありつつ、でもなんかすごい自分が強くなった感じもあるし。気持ちよさそうでした。本当ですか。特に女性も初めこう手首が弱い方もいるので、手首を曲げて、ここでこの感じで、そうこれをさ、こう開ける。バーンって離れていたやつ。これいいんじゃないですか。ボーンってくるんじゃない。骨になってる。ああ、痛いな。そう手を前に構えて引かずに、ここからそのまま振りかぶらずに当てる。おお、痛いな。これが顎だったらもう死んでます。左向いてます。引かないでこっちから。そう。はい。1、2、次突き合ってみましょう。親指曲げて。はい。2、3、4、5、どっちがやりやすいですか？握るのとこれ。どっちだろう。どっちも大丈夫。そう。じゃあ大丈夫ですよね。こっちがやりやすそうなんですけど、女性の場合。でもそうですね。これ最初痛くないかなと。この距離来て気持ち悪いじゃないですか。この距離はなんかね、まだ来たらもうすぐバーンかもしれない。これが守るための掌底。しっかり親指曲げて、実はここで目に入れるっていうのもあります。ここからここまで行くつもりで。だからしっかり前に来たら顔にやらんでよ。前に来たらこっちもう当てる。おいしょ、思いっきり。前の手でもいいし、右足前でもいいかもしれない。もしかしたら普通に立ってて、おお、いいですね。軸もバッチリです。引くのが大事かもしれないですね。引くのが大事。引いたら次が来てもらってる。おーし、そういいですね。おーし、ガーン捕まえきればさっきの引くのもできるかもしれない。右足指の近く思いっきり掴まれてこう来てこうか頭かもしれないです。ああ髪の毛とか引くっていう1、2とかそう思いっきりはいもう強く左はい2で取ってみますか。じゃあもっと思いっきり捕まえきれたら引けるかもしれないです。どこでもいいんですよ。どこでもいいです。ああ、俺。掴むの難しいよね。難しい。こっち行ってから2つ。ああ、なんか掴みやすい。最初から掴みに行かない、当ててから。当てるだけやってみましょう。もっと思いっきり。ああ、そうそうそう、もっと上がいて。ごめんなさい。いいよ、今の溝落ちです。上手。はい。ごめんなさい。はい、いいね。もう一回お願いできますか。お願いします。はい。だんだんバッチリですね。だんだん捕まえてる。なんか結構様になってきましたね。あ、本当ですか。もう先生方のおかげ。先生方のおかげです。すごいね。多分これもいけるかもしれない。例えばで。あ、なるほど。こっちに。こうして。ここ。引きながら押す。右膝を押す。そう。なるほど。これが曲がらんところに持っていくわけよ。これを。こう。で、引きながら押す。膝を。そう。ああ。ね、ここ入れて。足を。そうそう。こっち。かっこいいかっこいい。ああ、おお。これ引いたら思いっきり。思いっきり引くの。そうそうそう。あ、なんか腰のキレがいいっていうことですね。そうですね。立って捕まえて。こっちに。あ、わあ、すごい。こう来て。こう来て。そう。あっちに引かんで、こっちに引かんで、相手の背中動かないで、ここに回るんですよ。背中入るのか。背中の後ろに後ろに、こっちじゃなくて、ゆっくり。こっち。あれ？右足前。左。そうそう。ああ。そうそう。なるほど。そうですね。背中にくっともうちょっとくっつく感じで入った方がいいんじゃないかな。ぐっとそうそこが今できてないから。あ、そう。思い切り。夏希それだよ。それをやってみよう。そう。背中に入るのがポイントだ。なるほど。どうですか、八木先生。ぜひ八木道場に。そうですね。やっぱり反応が早いので、普通すぐ捕まえて回りきれないですけどね。そうですね。回るのって結構難しいですよね。普段回ってます。あ、でも普段回ってますね。八木先生、最後に何か空手の型を見せてもらえませんか。剛柔流の基本型である三鎮という型をやってます。はい。今三鎮。以上です。夏希さん。今の見てどう思いました？すごい、なんかこう空気もなんかこう張り詰める感じで、手から出せるかな。武道初体験の古賀夏希さん、とっても上手でしたね。夏希さんは CM や舞台でも活躍中。みんな応援してね。 Everyone is a hero in KURO-OBI WORLD。 KURO-OBI WORLDでは誰もがヒーロー、もちろんあなたも。それではまた KURO-OBI WORLDでお会いしましょう。